Think Tech Hawaii. Civil engagement lives here. Welcome and konnichiwa to Think Tech Hawaii Japanese series. Konnichiwa Hawaii, an all Japanese broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on your YouTube. I'm your host, Yukari Kunisue. And joining me today in the studio is Ms. Yuki Floyd of Hug Hawaii. 皆さんこんにちは。ホノルルのダウンタウンから Think Tech Hawaii が日本語でお届けするこんにちはハワイ、ホストの国末ゆかりです。今日は第3回目の放送、Hug Hawaii のフロイド・ユキさんにスタジオにおいでいただき、ハワイの日本語コミュニティにおけるグリーフワークについてお話を伺いたいと思います。ゆきさん、今日はどうもありがとうございます。お忙しいところ、はい、ありがとうございます、はい、お忙しいのにありがとうございます。ゆきさん、今日はですね、あまりそのハグハワイということについて知らない方が多いと思うんですね、はい、ですから紹介も兼ねてちょっとお聞きしたいなと思うんですが、はい、特にハワイでこの日本語でできるグリーフワークというんですか、はい、まずグリーフワークというのもあまり日本語ではよく知られていないことじゃないかなと思いますね、はい、その辺からちょっとお話ししていただいてもいいですか。はい、グリーフワークというのは、家族を亡くなった悲しみを持つ人たちがそこからどういうふうに立ち上がるかっていうことをサポートすることなんですけれども、うん、そのグループをしていまして、はい、いろいろカウンセリングとか個人で受けるものあると思うんですけれども、私たちハグハワイはピアサポートといって、うん、そこのスタッフも集まる方も全て同じ死別経験者ということでやっています。なるほど。ですから特に専門家がその中にいるわけではないんですけれども、はい、スタッフ全てが、死別経験者ということです。というと、そのグループのカウンセリングというのとはちょっと違うという感じなんでしょうか。はいはい、そうですね、はい、違います。で、スタッフっておっしゃいましたけど、今何人ぐらいのスタッフがいらっしゃるんですか。はい、スタッフは2名で、はい、ハワイでは2名です。はい、じゃあハワイ以外もあるということですね。じゃあそれはちょっと後でお聞きすることにして、はいはい、分かりました。そうするとグループのみんなでサポートし合う、はい、ピアサポートグループという理解ですね。はい、はいはい、で死別ということなんですが、はいろいろな死別があると思うんですね、はい、家族、ご主人を亡くした、奥様を亡くした、はい、お子さんを亡くしたなんていう方もいらっしゃると思いますし、はい、亡くなられ方もですね、いろんな死別があると思うんですが、はい、特にこれというような、はい、なんていうんですか、こうテーマみたいなのはあるんですか。本来なら、いろいろな形の死別はまた違うので、はい、いろいろな形に分けた方がいいかもしれないんですけれども、うん、ハワイの日本人コミュニティがそんなに大きくないので、うん、私たちは死別は、特に、どういう関係の方が、うん、例えば親とか、はい、配偶者とか、はい、子供とかに分けてはいません。なるほど。そして、はい、ですけれども、たった一つ分けているのが、うん、自死の遺族です。自死っていうのは、今自死と言いますけれども、はい、自殺の遺族の方は分けています。なるほど。っていうのは、はい、分けてない、全ての死別の方が来られるミーティングもあるんですけれども、うん、はい、やはり自死遺族はその中に入っても、うん、なかなか自分の体験を口にしたりできなかったり、うん、あと隠したいとか、はい、あとその体験を語っても他の遺族の方に責められたりとか、うん、そういう場合があったので。なるほど。別にしました。なるほど、はい、じゃあ今は一応死別というグループの中で、はい、皆さんいろいろな方を包括的に、はい、でもその中で、自死自殺の方ですね、はい、その方以外は方はグループが別になっていると、はい、でもう少しそのことについて後でお聞きしたいと思うんですけれど、はい、まずこのハグハワイという、はい、グループがどのぐらい、どんな過程でできてはいはい、どのぐらい活動していらっしゃるのかなんていうところからお話しいただけますか。はい、わかりました。
はい、私自身が、はい、若い時に主人を亡くして、はい、それは病死だったんですけども、はい、白血病で亡くして、うんうん、白血病で、はい、その後に、弟と父親を自死で亡くしてるんですね、はい、なるほど。ですので、はい、そういう方たちとこう、うん、出会うきっかけがありまして、はいはい、そういう方たちっていうのは他の方もそういう経験をした方と出会う経験があったということですね。はい、はい、まず主人と弟を最初に立て続けに亡くして、日本でそれは亡くしたんですけれども、うん、はい、それで後に再婚する相手になったのがアメリカ人だったので、はいはい、その主人と前の亡くした子供を亡くされたご主人との主人の子供を2人を連れてハワイに来たんですね、はいはいはい、そしてハワイで、私クリスチャンなので教会に行ったんですけれども、はい、そこで出会った、2名のまだ配偶者を亡くしたばかりの方たちと出会って、はい、初めはその人たちを慰めるつもりで、はい、まあ、自分もそういう経験があるからっていうことで、まあ、会うようになったんですね、はい、で、ますごくそのグループ3人で会ってた時間っていうのは癒されて、はい、まあ、それぞれが分かち合えるっていうか、はい、そういう経験をしたので、うん、じゃあ毎週会おうっていうことになって、うん、毎週会ってるうちに、はい、じゃあ私たちがこの経験をした、悲しい経験をしたけど、それをやっぱり自分たちがそうしてて癒されたので、うん、もっと広げていこうっていうことになりまして、うん、それがハグハワイの原点なんですね。なるほど。それはいつぐらいのお話なんですか？それは2008年です。あ、そうするともう10年前ですよね。8年ってことはね、はい、うん、じゃあ初めはなんかお友達の中で同じ経験を体験をしてきた方が、はい、まあ、お話し合いをしてるっていうか、こう、まあ、お茶を飲む程度の感じだったのが、はい、とても癒される経験だったので、自分たちばかりではなくてもっとそういう人たちがいるんではないか、はい、でもそのなんていうんですかね、カウンセリングに行ったりしてる人もグループに行ったりしてる人もいると思うんですが、はいはい、そうですね、なぜあえてそういう、まあ、ピアグループっていうんですか、それを始められたんでしょう。はい、そこはすごく大切なところで、はい、カウンセリングがもちろん会う人もいると思うんですね、うん、ですけれどもカウンセリングに行って分かってもらえなかったっていう、そのメンバーの中でいて、はいはい、でもここだとなんか落ち着くとか、うん、分かってもらえるっていうのがあって、うん、いろんなタイプの方がいらっしゃると思うので、はい、カウンセリングが合う人、1対1でカウンセリングの専門の先生に聞いてもらうのが合う人とか、うん、またそういう本当に同じような経験をした人の方が話しやすいっていう人がいると思うんですね、うん、なるほどね。でいろんなパターンで、はい、こういろんな機会があった方が、うん、きっと皆さんが選ぶ立場っていう方がいい、はい、いいだろうっていうことで、なるほどね、うん、はい、じゃあ全員がそのカウンセリング行きなさいとかピアグループに行きなさいということではなくて、はい、選択肢の一つとして、はい、そういうグループがあってもいいんではないかなと、はい、でそれやっぱりカウンセリングをですね、うん、そのハワイまたはアメリカに住んでるわけですから、はい、英語で行く場合もあるわけですよね。そうなんですよね。そうすると日本人としてはなかなか心のことが、はい、日本語でも言いにくいのが、そうなんですね、はいはい、それを英語でまあ一生懸命カウンセリングしてもらうっていうのもかえってこう苦労っていうかね、それはネックになると思います、はい、やはり悲しい時とか、はい、気持ちが動揺している時に日本語でそれを表現できるっていうのは、はい、やっぱり一つ安心できることかなと思います。なるほど。それはユキさんは日本で、はい、最初の経験をされた時に、はい、そういう何かグループがあったんですか？なかったです。あ、その時はどういうふうに乗り越えられたというか。そうですね、その時はやはり今の主人ですかね、うん、今の主人が、はい、医師だったので割とそういう知識があったのかなと思うんですけれども、はい、まあ、一緒に働いてる時に、はい、もし泣きたくなったら、うん、いつでも泣いていいんだよとか、彼のことを思い出したらいつでも言ってねとか、うん、そういう声をかけてくれたんですよね。もうすごいじんときますね。でもなかなか日本人、うん、
にそういうことを言われたことってあんまりなくて、うん、日本人って割と頑張んなさいとか我慢しなさいとか、はい、頑張ってとか泣いてたら、はい、あのご主人が悲しむやよとかよく言われました。なるほどね、はい、こう前向きに生きていきなさいみたいな感じですかね、はい、うん、なんかそういうのを出さない方が、うん、いいのかなっていうか、うん、そういう感じ。でもそれをまあアメリカのお医者さんをしている今のご主人、その時はまだ結婚されてなかったんでしょうが、はい、あのいつでも泣いていいんだよという声をかけてもらった、うん、はい、ということですかね、はい、うん、あといつでも思い出したら言っていいっていうのは、はい、あんまり自分でそういう他人に話するっていう感覚がなかったので、はい、うん、言っていいんだっていう、はい、はい、驚きでもありました。あ、なるほど。じゃあその2人の友達とハワイで会って同じような体験をされた方にも、はい、じゃあユキさんは今度は同じような感じで言っていいんだよ、うん、はい、そうです、泣きたい時は泣いていいんだよ。本当にそうです。あ、そこで自分が楽になれたので、はい、うん、やっぱりそういうアドバイスをできるだけしたいなって、うん、なるほど。やっぱり日本人ってこう隠す、はい、うん、のが美学なのか特性なのか分かりませんけど、うん、そういうのがあるので、うん、そういうふうに声をかけると、はい、男性の方でもね、はい、結構あのハグハワイに来て泣いたりとかするん で、 うもうぜひ泣いてくださいって言って泣きに来てくださいという場所だそうですが、うん、でもその安心して、はい、まあ、自分の気持ちを言える、はい、自分の言語で言える、はい、まあ、言わなくても泣ける、うん、泣いても誰も頑張ってとか言わないで、うん、こう聞いてくれる、傾聴してくれる、はい、そういう場を提供してらっしゃるという、はい、で共には一緒に泣く、うん、自分も泣いて、ね、でもそれでも癒される、うん、あのそれ自分の存在そこにいるだけで、はい、他の人 の、 あの助けになって励ましになって、うん、はい、でいてくれてよかったって言われると、うん、自分が今度励まされるんですよ ね、 なるほどね。ちょっと一方的に慰めてあげるというのではなくて、はい、なくて、ま、慰めているつもりの方も、はい、こちらも癒されている、はい、そういうプロセス、だこう総合的な感じでしょうかね。あの、まあ、死別にもいろいろあるということでしたし、それから喪失、はい、まあ、なくすということにもいろいろなんか種類があるというお話を一度お伺いしたことがあるんですが、うん、はい、少しその辺のことを、例えば愛する人の喪失というのは、はい、その人を失うだけではないというお話をゆきさん一度してくださったことがありますけど、はい、はい、人をなくすのは私も人をその愛する人をなくすだけだと思っていたんですけれども、うん、その相手をなくすっていうことは本当に人間って、あの身体的にも社会的にも精神的にも霊的にも全てが整ってこそ人間だと思うんですけれども、その全てをなくすということは、まあ、社会での立場もなくなりますよね。あの夫が亡くなれば未亡人と呼ばれますし、また、ね、相手の肩書き、社会での肩書きがあればそれも一緒になくなるわけですし、社会的なことはそういうこと。なるほど。例えばいろいろな面があると思うんですが、うん、はい、ちょっとここで、はい、あの休憩をいただきまして、はい、あのその続きをまた休憩の後に、はい、あのお願いしたいと思うんですが、いろんな種類の喪失があるということを今、うん、ゆきさんにお話しいただいています。に日本語でお届けしています Think Tech ハワイ、こんにちはハワイ、ここで少し休憩をいただきたいと思います。 We are taking a short break hereAloha, my name is Mark Shklov. I am the host of Think Tech Hawaii's Law Across the Sea. Law Across the Sea comes on every other Monday at 11 a.m. Please join us. I like to bring in guests that talk about all types of things that come across the sea to Hawaii. Not just law, love, people, ideas, history,Please join us for Law Across the Sea. Aloha. Hey, how come he gets to go in? He's a service dog. Well, I could get a vest too. You're not even a service dog. He's trained to assist his owner. Well, I can do whatever he can do. Wow, did he just open the door? Yep. Oh, I can't do that. I can't do that either.He's trained for over 2 years to become a service dog. Man, I wish I could be a service dog.
We are back and we are live. I'm your host, Yukari Kunise, and this is Konnichiwa Hawaii, talking Hug Hawaii, Japanese language grief support group.ライブでお届けしております日本語 Think Tech Hawaii こんにちはハワイ今日はハグハワイのフロイドユキさんにハワイにおける死別後の遺族の心のケアについてお話を伺っています。先ほど休憩の前に少し始めたんですが喪失ということで、はいまあ、いろんな種類の喪失があるという話だったんですが、はいその人だけではないということですね。社会的な立場だとか、うんはい、あと環境も変わりますよね、うん、例えば引っ越しをしなくてはいけなくなったとか、はいはい、そういう場合もありますし、うん、そうですね夫婦だと夫婦関係の喪失もありますよね、はいはい、身体的なことでそういうこともありますし、はい、ご主人がされていた役割全てが失って しまう、うん例えば細かいことですけれども、はい、電気を変えたりとか、はい、車のなんか修理をしてくれてたとか、そういうものも全部すべてあと経済的なこともですね、うん、そうあとやっぱり男性の方が奥様を亡くされた場合は、はい、例えばお料理とか家のことは一切奥様がされていたのが、ねまあ、全部自分でしなくてはいけなくなるとか、うんはいまあ、そういう役割的な喪失もありえますよね、うんうんそれか2人でこう何か目標を立てて、うん、来年はヨーロッパ行こうねみたいな、うんまあ、将来がね、うん、将来の希望とか目的とか、はい、ハグハワイの中でも言いますけれども、うん、2人で住もうとして買ったマンションを買ったばかりなのに、はい、その奥様が亡くなられて、はい、その何のために買ったのかっていうふうに落ち込んでいた方もいらっしゃいましたけども、うん、ですよね。そこでやっぱりいろんな意味のはいなくすということ将来の計画とかもなくしますし、はいはいはい、アイデンティティもなくす。なるほどね。あとですねその死別、まあ、別れがあるわけですねいろんな形で、はい、そして喪失があってまあ、普通ですねこう時間が経つと時が慰めてくれるんではないかとか、うんまあ、一周期とかってありますけれど時間的な経過というのはどういったまた、まあ、見てらしてその個別にいろいろあるとは思いますけれど、はいうん最初周りの皆さんはやはり1ヶ月とか2ヶ月するとだいぶ、まあ、周りの目からしたらいろいろな手続きが終わったりして落ち着いてくる頃なのかなって思われるのかもしれないんですけれども、はい、まだ1ヶ月2ヶ月は何が起こったか本人も分かっていない状況なんですよね。こうわーってなってる感じですね、はいうんうん、そして1年ぐらい経った頃が一番悲しみのどん底にいるんですけれども1年ぐらいすると皆さんは、はい、もう大丈夫でしょって1年経ってぐずぐず泣いてたりしたらいつまでも泣いてるわねっていう感じでそんなに弱くてどうするのっていうことになるんですけれども実は違くって、はい、研究とかでも、うん、死別の研究とかでも結果がよく言われるんですけれども、はい、6ヶ月ぐらいから2年ぐらいまでがピークだ、はい、悲しみのピークだっていうふうに言われています。その直後はやはりまあショックとかいろんな手続きとかがあってこうバタバタっていう感じですけれど、はい、あとサポートも得られるんですよね、はい、その最初の頃はね、はい、周りのサポートも得られるんですけれども、はいはいそのサポートが全部引いていって、はい、っもうみんなが大丈夫でしょって思う頃は何もサポートがないっていう。なるほど。そうするとその頃からはやっぱり孤独感とか孤立感のようなものがすごくこうピークになっていくということなんでしょうか。でそういう時に、まあ、私たち分からない人間は、うん、そういうふうに今おっしゃったみたいに頑張ってとかいつまでも泣いちゃだったじゃあ悲しむわよみたいなことを言ってしまうと思うんですが、はい、そういう時期にどういう言葉がけを、はいまあ、私たち周りの人間たちが、うん、するのがいいんでしょうね。本当にその自分励ます人は一生懸命励まそうとして、はい、いろんな言葉をかけてくださるんですけれども、うん、残念なことにそれが本人の気持ちに合わなかったりすることがあるんですね、はい、本人も異常事態というか、はい、人生の危機なので人生の危機、はいはい、普段のその人とはまた違う、うん、違った状況にいるんですね、うん、なので
励ます方は、はい、あの自分の価値観を押し付けずに、はい、もうその人のありのままの姿を受け入れるような気持ちで、うん、何にも批判せず、はい、ただその方の状況をすんなりと受け入れてほしい、はい、例えばどういった言葉がけっていうんですかね、はい、すると、はい、あのまあ受け取られた立場としても、うん、はい、こういうことは言わないでほしい、はい、でもこういうことを言われた時にはとっても、はい、まあ、心に染みたみたいな、はい、そういう言葉っていうのはあるんですか。はい、あります。先ほども言ったように早く結婚しなさいとか再婚しなさいとか再婚 したらいいわよとかそういうことは絶対言わずに言わない、はい、あのいつでも、はい、あの外に出たくなったら声かけてねとか、うん、寂しくなったら電話してねとか、なるほど、うん、本当にこちらのペースに合わせていただけるとありがたい、うん、なるほど、と思います、ね、じゃあ慰める方のペースで、はい、私がこうしてあげたいからっていうんではなくて、はい、そうですね、この人が準備ができたら、はい、私はここにいるわよって、はい、その声がけと、そうですね、そういう感じでしょうかね、はい、そうですね、うん、なるほどね。あとは、はい、あの知ってる情報があったら伝えてあげてほしい、はい、例えば、はい、こういうハグハワイも、はい、こういうのがあるらしいわよと、その時にはいけないかもしれないけれども、はいはいはい、情報がある、もしかしたら行ってみる、はい、見たい気になったら行けるところがあるっていうのが、あの本人のあのこうなんていうのかな、支えっていうか安心サポートじゃないですけ ど、ね、あの行きたい、今は行けないかもしれない、うん、行きたくないかもしれないけれど、はい、行こうと思った時にあれがあるんだなっていう感じですね。です、はい、で特にやはりあのハワイ、それからまあアメリカもそうですけれど、海外で暮らしてらっしゃる方、国際結婚されてですね、はいはい、そういう方にとっては日本語でのサポートが行こうと思えばあるということで、はいはい、とても貴重な場所ではないかと思いますけど、はい、ハグハワイさんはなんとハワイだけではなくてこう広がっているというお話を聞いたんですが、はい、東京と帯広と大阪に今あって、帯広、はい、北海道ね、ま、変なところです、ね、いや変ではないですけど、はい、飛び火したんですね、飛び火してます、はいはい、じゃあもともとハワイにいらしたかなんかの方なんですか。その方たちもインターネットでハグハワイを見つけていらして、はい、そして日本でも自分が中心になって、うん、そのあの自分の地域の人たちを支えたいっていうことで、うん、あの名乗りを上げてくださった方たちが、はい、じゃあ東京だけではなくて、はい、帯広、それから大阪、はいはい、今のところは広がろうと思えばそういう方がいるんだったら広がれるということですね、はい、そうですよね、そういうノウハウというかも教えていただける、はい、なるほど。あとハグハワイさんはそのどういった活動を通じて、まあ、はい、みんなで会ってお互い話し合う、はい、聞き合うというのもあると思うんですが、はい、他にはどんなことをされてるんですか。1ヶ月に2回その決まった時間に私たちはあの必ずスタッフ2人はいるっていうことにしてて、はい、あのそこにはもうアポイントメントも何もいらない、うん、その時間は必ずスタッフがいるっていうことで10年続けています。10年、はい、すごいですよねなので誰も来ない時も今まで10年間で数回ありました。あ、そうですか、はい、でも2人でお話できるし、はいはい、そうなんですなるほど。でも、はい、そこにあるっていうことが必要なんですね。なるほどね。で、死別の後はあの出かけようと思っても直前になってはやっぱりもう外に行く気がなくなっちゃったとかそういうこともあるので、それは続けています。なるほど。あと毎月イベントをしていて、はいはい、イベント偶数月は、はい、あのボランティア活動をしてるんですね、はい、あのカカアコのホームレスシェルターに炊き出しに行っています。あのスープキッチンのようなやつですか、はいはい、そうです。炊き出し、そして、はい、あの食事を教会で作って、はい、その食事をホームレスシェルターに持って行って、うん、でそちらでホームレスの方と一緒に、うん、食事を持って行った食事を食べる。食べる。あ、それ別に教会に関係ない方でも、はい、関係なくても大丈夫です。はい。はい、他にはどんな。あとは奇数月は何かイベント、社会貢献のイベントをしています。うん、最近はどんなことをされたんですか。先月は日本からの産婦人科の先生に来ていただいて、うん、女性ホルモンのお話をしてもらったり、はい、健康についてのお話が結構多いんですけれども、はい、うつについてとか、はい、うん、
この番組見てくださっている方で、多分まあ女性の方が多いかなとは思うんですが、はい、男性の方でも死別、装置と経験されていらっしゃる方もいて、なかなか男性の方はこう出しにくいというか、そうです、ね、だと思うんですが、はい、男性もいらっしゃるということですね。男性もいらっしゃいます。やっぱり少ないですけれども、はい、日本では今は、1割ぐらい、日本の方がちょっと多いですかね。日本にいらっしゃる参加者の方が、はい、なるほど、はい、でも大体、まあ、8割9割方は女性の方で、1、2割は男性です。はい、男性の方でも女性の方でも、はい、ぜひ、はい、ご参加いただいていきたいということで、はい、最後にですね、はい、じゃあどうやったらハグハワイさんと、はい、コンタクトを取れるか、はい、メンバーにならなくちゃいけないんでしたでしょうか。最初メンバーは強要はしていません、はい、本当に悲しんでる人に来ていただきたいので、はい、ぜひ来ていただいて様子を見て、はい、もしメンバーになりたかったらメンバーになっていただいても構わないんですけれども、うん、特にメンバーだから、ね、メンバーじゃないから来ちゃいけませんってことはありません。なるほど、うん、メンバーになるのはどのぐらいなんか料金がかかるんでしょうか。はい、年間45ドルいただいています、ね、はい、なるほど、1年、はい、であとじゃあハグハワイさんに連絡をするにはどういうところに見ればよろしいんでしょうか。はい、ハグハワイのウェブサイトがあるんですけれども、はい、www.haghawaii.com ですね。はい、はい、ハグハワイ、最後にですね、そのハグハワイ、ハグってこのハグですよね、はいはいはい、それはどこから来たハグなんですか。これはハグしてあげるんですか。ハグを一番最初に考えたんですけども、はい、HUG の頭文字を何かっていうことで、はいはい、ヘルプ&アンダースタンディングフォーグリーフっていうことで、ヘルプ&アンダースタンディング、 が U ですね。フォーグリーフ、グリーフというのは痛みということですよね、はい、なるほど、それのハグハワイだそうです。はい、それではお時間が来たようです。今日のゲスト、ハグハワイのフロイドユキさんに、ハワイにおける、死別後の遺族の心のケアについてお話を伺いました。ありがとうございました。また、次回もゲストをお呼びしていますので、ぜひ聞いてください。 So we are out of time here. Thank you very much, Ms. Floyd. And I'm Yukari Kunisue. This is Konnichiwa Hawaii on ThinkTech Hawaii, talking with Yuki Floyd of Hug Hawaii. Thank you.